え皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所の土下です。この動画ではテクニカル分析の視点で足元の相場の状況ですとか、今後のポイント、こういったところを皆さんと一緒に見ていっています。続き、この動画をご覧いただきまして、もし気に入っていただけるようでしたら、いいね、もしくはチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは今週も早速始めていきたいと思います。 今週のテーマなんですけれども、相場の転換点は近いのかといったところなんですが、まずはですね先週の日経平均の振り返りからしていきたいと思います。えー、先週末、7月8日の終わり値が2万6517円というところで、前の週の日経平均の終値が2万5935円だったことを踏まえると、まあ、1週間でですね582円ほど株価上昇させてきたことになります。 その前の週がですね株価反落、先週が株価反発というところで、まあ、上げ下げを繰り返しているといった形ではあるんですけれども、まあ、1週間のですね値動き、振り返っていきますと、まあ、このように黄色で塗りつぶされた部分、まあ、これがですね先週1週間の値動きになっていきます。で、終初のですね月曜日、この日に、ね、2万6000円台を回復してきて、その後はですねこの2万6千円から2万6 5五百円の間で、ですね堅調に推移してきたと。 週末にですね、この25日同平均線ですとか、この緑の線の75日同平均線、まあ、ここを試すような場面あったんですけれども、皆さんもです、ね、ご存知の通り、元総理大臣が、 まあ銃撃されるというまショッキングなニュースがまあ取引時間中には飛び込んできまして、上げ幅を縮小させてきたといった形になっています。まあ、それでもですね、まあ、週の半ばにですね、超えきれなかったの26,500円、まあ、ここ維持して終えてると言ったところと、下段のマックリーですね、まあ、横ばい続いてはいるんですけれども、微妙ではあるんですが、 この赤い線の MACD がシグナルを上抜けているといったところありますので、チャート全体で見ていくと、ですね、まあ、比較的上方向に意識が強いのかなといった印象になっています。とはいえ、ですねこの上値、まあ、ここら辺に注目していきますと、まあ、直近の安値ですね、3月9日と5月の12日、この2つの安値、ね、を結んだ、いわゆるこの下値ライン、ここでまあ上値を抑えられているといった形になっています。 ただですね、この4月8日の日本株市場が閉まった後であね、まあ、先物取引市場の方が一段高となってまして、2万6800円で乗せてきたといったところありますので、再び今週のポイントというのは、この青い線の25日度平均線ですとか、緑の線の75日度平均線、ここを超えてきて、節目の2万7000台、まあ、ここを乗せられるかどうかといったところが、今週頭のです、ね、注目点になっているといった状況かと思われます。 でまあ、先ほどはですねこの下値ライン、ここに注目してきたんですけども、まあ、もう少し期間の長いチャートで見ていきますと、まあ、いくつかですねポイントがあります。ポイントとなってくるのが、まあ、2つのラインですね。まず一つ目のラインなんですけども、この動画でも繰り返しお伝えしております、えー、昨年のですね9月の14日の高値、ここを起点とした、まあ、いわゆる上値ラインですね。まあ、何が言いたいかと言いますと、まあ、この9月14日以降のですねいわゆるこの戻り高値というのが11月 1>, 1月、3月とで、ちょっと6月はですね、イレギュラーではあるんですけども、基本的にはですね、この上値ラインというのが、まあ、株価の戻り基調をたどったとしても、まあ、抵抗として機能しているといった線になっていきます。まあ、直近でもですね、先週金曜日、このやっぱり上値抵抗ラインですね、この上値ラインで高値というのが押さえられていますし、まあ、その前のですね、直近でも、まあ、いわゆるこの上値ラインが抵抗となっているという場面がありました。でもううつですね、注目したいい線というのが、 こちらの2万6000円のラインですね、これも前回の動画で、ですこ、ねまあ、今年に入ってからの日経平均というのは、ちょっと3月9日に下振れる場面があったんですけども、概ねですねこの2万6000円台割り込むと、まあ、買いが入ってきて株価が反発する場面が多いといったところをお伝えしたかと思うんですけども、なので、この3月9日と6月9日のですね、ちょっとこう、 上振れたり下振れたりする場面あるにはあるんですけども、ここをですね、取っ払って考えていきますと、ざっくりとした形ではあるんですが、このように三角歌持ち合い、もしくは三角持ち合いというのをこう長い期間かけてですね形成しつつあるのかなという状況です。で、足元の相場というのは、この三角形のいわゆる先端部分ですね、まあ、ここがだいぶこう見えてきているという状況ですので、そろそろですね、 この三角持ち合いというのは、株価がです、ね、この持ち合いを抜けた方向に動きやすいと言われてますので、そろそろ新たなトレンドが出そうな形にはなっているというところですね。これがです、ね、あの今回のテーマである相場の転換点が近いのかといったところにつながってくるというわけです。まあ、テクニカル的にはです、ね、抜けた方向にちょっと上方向か下方向か、まだこう見えてこない部分はあるんですけども、そろそろ大きく動くかもしれないというところは、頭の片隅に置いておいた方がいいのかなというふうに思われます。 以上を踏まえて、ですね今週の予定というのを見ていきたいと思うんですけれども、今週からですね海外の方でも、特にアメリカですね、決算発表シーズンとは本格化してきます。特に今週というのは、週末にかけてですね JP モルガン・チェースですとか、モルガン・スタンデー、あとはシティグループ、ウェルズ・ファーゴといった大手の金融機関の決算が発表されるといったスケジュール化になっています。またですね えっと、アメリカ市場の最大の注目ポイントというのが、消費者物価指数ですね、13日の水曜日に発表されるんですけども、まあ、こちらでですねインフレ動向というのが注目されるという形になっています。あとは中国でも、ですねこのアメリカのまあ消費者物価指数が発表される、まあ、13日に、中国の貿易統計発表されますし、週末にかけては、ですねこの15日には GDP ですとか、6月の小売上高。 高工業生産といった形でですねまあ6月の経済指標がまとめてドンと発表されるといったスケジュール感になっていますで、まあ国内の方を見ていきますと海外に比べるとちょっとイベント少なめの印象ではあるんですけども引き続きですね内需関連を中心とした決算が出てくるといった形になっています でですね、先ほど、まあ、チャート的にはそろそろ相場が動きそうといった話したと思うんですけれども相場環境を見てもですね、まあ、そろそろ動き出すんじゃないかといった観点がありますのでそこも簡単にではあるんですが押さえていきたいと思います。先ほどのテクニカル分析で見ていたですね、大きな三角持ち合い三角保ち合い、まあ、これを形成している間の いわゆるこうマーケットの環境というのはどういう状況だったのかというのをこうざっくりまとめてみますと、まあ、3つのキーワードですね、まあ、インフレですとか、あと景況感、金融政策、この3つのキーワードのですね、いわゆるこう三つどもえの構造でまあ動いてきたといった側面があります。 まあどういったことかと言いますと、例えばですね、新型コロナの感染拡大で、各国のですね、いわゆるこうロックダウンといった行動制限だったり、経済抑制政策といったところですとか、あとはロシアによるウクライナ侵攻といった地政学的リスク、まあ、そういったところを踏まえて、ですね、インフレというのが進行してきたと。で、まあ、インフレが進行してきたので、各国の中央銀行がですね、まあ、いわゆるこう引き締めというのをやってきて、 まあ、いわゆるですね、景況感が悪化してしまうんじゃないかといった流れを織り込んで、まあ、全体的にはちょっと相場というのがですね、国内外の株式市場、まあ、下落基地をたどってきたという状況になっています。で、まあ、事実ですね、この景況感の悪化というところが意識されてきているわけではあるんですけれども、 それによってですねどういったことが起こるのかというと、ですね当然、引き締めをまあ強めるというところは、景気負担を悪化させていくので、となってくると、需要が減ってしまうことにもなりますので、インフレをこう抑制していくという要素として働いているという形です。ですんで、足、ま、元、あ、ですね、株価がこう反発するという場面、目立ってはいるんですけども、その背景にあるのが、この金融政策というのがこう効いてきて、 で景気というのが上押し圧力として意識されて、景気が実際に減速してますねと。となってくると、インフレのまあ進行スピードと景気減速のスピード感のバランスでですね足元の相場というのは動いてきているとで、特にですね直近の株価の反発というのは、景気の減速が本格化する前に、インフレを抑制できるんじゃないのかと、そういうですね見方が強まってきて、事実ですね。 アメリカの10年国債の利回りというのがまあ低下傾向にあるというところで、これまで,です、ね、金利上昇に弱いとされてきた IT セクターですとか、ハイテク関連株ですとか、そういったところを中心に買い戻しが入ってきているといった形で、株価が戻してきているといった状況になっていきます。 まもなくです、ね、日米で決算発表シーズンというのは本格化してきますので、じゃ実際のところです、ね、このインフレがうまくです、ね、こう抑制できるのかというスピード感と、じゃあその企業業績、もしくは経済環境、そこら辺のですの、ね、減速のスピードというのはどうなるかといったところをまあ見極めるという形になりますので、まあ、これから迎える決算発表シーズンというのが、一つです、ね、この三つどもえの構造にまあ変化、もしくは影響を及ぼすという可能性が出てくるというわけです。 で先ほどですね、アメリカの CPI、まあ、消費者物価指数がまあ注目ですよといったところを踏まえますと、まあ、例えばですね、この CPI というのは、まあ、インフレの高止まり傾向というのをここ,このところずっとこう示してると。で、今週発表されるです、ね、その消費者物価指数が落ち着いてくると。となってくると、インフレが抑制されてつある、ピークアウトされるんじゃないかといった見方につながって株高要因になりますし、まあ、企業決算もです、ね、思ったほど悪くない、もしくは思ったよりも良かったといったものが増えてくると、景況感もです、ね、改善しつつあるというか、しっかりしているといった認識につながってきますので、株価が一段高していくと。ただ、反対にですね、 この消費者物価指数でインフレが高止まりしているですとか、決算もですね、思ったほどこう良くない、もしくは悪いといった状況であると株価が大きく下がってしまうといったところがありますので、やはり先ほどの、まあ、チャートで見てきた、まあ、三角保ち合いがですね、まあ、示しているように、上方向にも下方向にも大きく動きやすくなりつつあるといった構造なのかなというふうに考えることができるかと思います。でですね、 じゃあそのこの先の日経平均の動きというのをまあ、週足のチャートでですねまあ、見ていきたいと思うんですけどもこちらのチャート見方のポイント2つあります1つはですね株価のトレンドもう1つは水準化になっていきますまず株価のトレンドから見ていきたいと思うんですけれどもえっと最初はですねいわゆるこの部分コロナショックの時の動きこの前後を見ていきたいと思うんですけどもコロナショックがですね発生する前の日経平均というのは この2万4000円をです、ね、高値、上値の抵抗戦として揉み合いを続けてきたと、そんな中さですねあのコロナショックというのが起こってきて、株価が、まあ、いわゆるこう1万6000円台までこうぐいぐいっとこう下がってくるといった場面がありました。 で、まあ、2020年の3月19日の週に、まあ、そこを打って、まあ、急回復してきたわけなんですけども、途中でですねやはりこの2万4000円意識されてきたのか、この2020年の、ね、夏場から秋にかけて、ですねこのように2万4000円を前にしたもみ合がついてきたと、ただ、ですねこのもみ合を続けた後、再びですね株価が上振れて、一気にで、ね、2万6000円、2万8000円。 3万円という株価のです、ね、節目を次々と上抜けていって、まあ、昨年の2月の19日の週にです、ね、3万円台のせをしてきたといった状況になっていますでその後です、ねまあ、しばらくもみ合いが続いて再びです、ね、9月にまあ3万円を超える高値をつけたんですけれどもこの後です、ね、株価はこのように下がっていく形になっています で注目したいのが、この52指導平均線ですね、まあ、いわゆる1年間の値動きの中心線なんですけども、最初はですねこのように株価と52指導平均線、見ていきますと、サポートとして機能していました、でこの52指導平均線は株価が下回って、なんとかですねここで持ちこたえてきたんですけども、まあ、下離れしてったという形で、株価がこう下落基調を本格化させていったという流れになっています。 でその,後のですの、ね、株価と52指導平均線の関係というのが、いわゆる抵抗となっているという状況になっています。これがです、ね、いわゆる株価のトレンドとして捉えたチャートの見方になっていきます。もう一つのまあ見方というのが、株価の水準感というところで、まずはです、ねまあ、コロナショックから立ち直って株価が上昇して3万円台乗せてきたと。まあ、株価水準的にはです、ね、1万6円台から3万円台乗せてきたと。株価水準的には1万6000円台から3万円というところで,で,す、ねかなりですね、かなりの値幅で一気に株価が上昇してきたと。 いう形になってますので、その後ですねこのように、まずは2000円刻みですね、3万円から2万8000円で、まあ、大体です、ね、ほぼ1年近くこうもみ合ってきたと、まあ、時折、こう下振れたり、上振れたりする場面はあったんですけども、概ねですねこの2000円台の範囲内で収まりながら、まあ、株価がもみ合う続けてきたという形です。ででで先ほどののすね株価のまあトレンドで捉えた というところの分析でですね株価がこの五輪指導平均線を下離れしたというタイミングでこの揉み合うですね株価の水準というのが2万8000円から3万円という2000円の値幅から2万6000円から2万8000円台とこの2000円の値幅に一段切り下がって以降ですね、まあ、揉み合いが20週間以上にわたって続いているという状況になっています。ですので、まあ、これから迎えるですね決算シーズンなんかを踏まえて、まあ、この株価というのが しばらくですね、この2万6000から2万8000の間で揉み合いを続けていって、再びですね、もう一段階、この株価水準を切り上げることができるのか、はたまたもう一段階、ですね、株価を切り下げていって、2万4000台から2万6000台のこ,のこちらのゾーンですね、こちらに足を踏み入れてしまうのかというところで、中長期のですね、週足のチャートで見ても、株価の分岐点にです、ね、差し掛かりつつあるのかなといった印象になっています。で仮にですね、株価が下がってしまった場合、 この2万4000から2万6000台の,このゾーンでの数になってくることは予想されるんですけれども、ただチャートを遡かってくると、やはりこう2万4000台で,です、ね、上値でこれもみ合いがついていったりですとか、2万4000台の手前でもみ合いを続けてますので、2万4000台が近づいてくると、まあ、買いが入りやすいといったところがありますので、当面ですね株価が下がったとしても、この2万4000台というのが、いわゆるこう下値のサポートとして強く意識される可能性があるという状況です。で反対に株価が上が上っていくと いう場合には、ですねこの50人指導平均線というのが鍵になってくると、いわゆるですね株価が下落基調をたどったポイントというのが、いわゆるこうサポートから抵抗に変わったといったところが、いわゆるです、ね、この相場のトレンド転換の目安としてなってますので、再び上昇基調を強めるんであれば、株価が上がっていって、この50人指導平均線を上抜けることができるのかといったところが、まあ、鍵になってくるというか、ポイントとして意識されるのかなというふうに思われます。 で先週末時点のですねこの52市道平均線というのは、ちょうど2万8000円の手前というところですので、やはりですね、まあ、株価が1段階切り上げるというところ、やっぱハードルとして、ですねこの節目と同時に、この52市道平均線も位置しているとなってくると、やはりですね株価を1段階押し上げるには、やはりこう決算の動向とかを見ていく必要があるということが考えられるかと思われます。 まあ以上を踏まえると、チャートから見ていくと、ですね、まあ、どちらのシナリオもありうるとなってきますので、上方向にいた場合には目先どこまで上がりそうなのか、反対に下がっていってしまった場合には、どこら辺がへんが目先の下値の目安となるのかといったところで、ですね今週の相場は見ていった方がいいのかなと思われますので、この動画でも何回も紹介しております、25日同平均線の乖離率ですね、まあ、こちらのボリンジャーバンドで押さえていきたいと思います。 先週末、4月8日の日経平均の25日当平均線乖り率というのが、マイナス0.77%というところで、ちょうどこのボリンジャーバンドのです、ね、中心線とほぼ同じ水準になっていますという状況ですね。 でこちらのチャート、過去に遡っていきますと、おおむね,ですねこのピンクの線の買い利率というのが、まあまあ、プラスマイナス5%の範囲内で動いていることが多いといったところを踏まえると、まあ、目先の、まあ、株価のレンジというのが2万8000飛んで59円と、で下が、ね、2万5386円といったところが、目先のレンジとして意識されやすいのかなと、あと細かいところはです、ね、このプラス2シグマからマイナス2シグマのです、ね、それぞれの間の値ですね。 先週末の25日同平均税の値が2万6723円でしたので、まあ、ざっくりそれぞれのです、ね、プラス2シグマからマイナス2シグマのパーセントをこう当てはめて計算していくと、このような形になっているというふうになってきますので、まあ、目先のです、ね、株価の節目として意識されやすいのかなというふうに思われます。で最後にです、ね、アメリカ株の状況というのも見ていきたいと思います。でまずはです、ね、ニューヨークダウンの週波数チャートなんですけれども。 このようにボリンジャーバンドで捉えたニューヨークダウというのが、いわゆるバンドウォークという形で、株価がマイナス2シグマとマイナス1シグマの間をですね、往復しながら下落トレンドを強めているという形で、いわゆるこのバンドウォークというのはトレンド継続中であるといったところをこう示していますので、まだですね、週足のチャートで見たニューヨークダウというのは、底打ちの兆しというのがまだ確認できないといった格好になっています。で 直近でつけて安値というのが、チャートを過去に遡っていくと、やはりコロナショック前の水準でもあるというところですね。なので、まあ、この水準で踏みとどまって、まあ、決算をきっかけに反発基調を強めていけるのか、もしくはここを下抜けてしまうのかといったところが、まあ、ポイントになってくるというところで、まあ、アメリカ株市場もですね、分岐点に差し掛かりつつあるという状況かと思われます。でトレンドのののでですね、傾向というのを、まあ、下段のマック D で見て、 見まましててもも赤いい線ののシグナルとににですすねこのように右肩下がり続いてます若干、この赤い線の MACD がですねこの下向きの角度弱みつつありますので、これを上向きに変えられるのかどうか、もしくは青い線のシグナルを上抜けることができるのか、でその勢いに乗って、この緑の線のゼロドルラインを抜けていけるのかどうか、まあ、こちらがまあ注目ポイントになるかと思われます。 さらにですね、ギャンアングルを重ねていきますと、まあ、コロナショックの安値から直近の高値ですね、今年の1月7日の週なんですけども、この上昇幅のです、ねまあ、2分の1、3分の1、4分の1、8分の1のまあ角度をです、ね、結んだラインを取っていくと、地元の株価というのは、この2かける1ラインで何とか踏みとどまっていると。 いいう形になっていますですので、まあ、ギャングルですね、こちらも保てなくなって,いってしまった場合には3、3の1ラインですね、まあ、先ほど、まあ、こちらのピンクのライン、ここを保てるのかどうかといった話したと思うんですけども、下抜けていってしまった場合には、この3の1ラインというのが意識されてくるという状況ですね。現在の水準でいくと、まあ、大体、ね、2万7000ドルあたりですねがまあ目先のですねまあ、下値の目安として意識されやすいのかなというふうに思われます。 で、同じ形で、ですね、ナスダック、こちらを見ていきますと、同様にギャーアングルで見ても、ですね、まあ、1段階、まあ、ニューヨークダウと比べると切り下がった3キロ、1ラインの攻防になっているというところと、まあ、ボリンジャー・バンドで見ても、ですね、まあ、ニューヨークダウと同じようにバンドウォーク続いてますよと、で、下段のマック D もですね、まあ、下向き続けてますよといったところありますので、あの今回のまもなく迎える決算発表シーズンで、まあ、こういった株価の動きに、まあ、新たな動き、 が出てくるのかどうかというのが日米ともにですね注目ポイントになってくるということが言えるかと思われますでさらにですね景況感といったところでこの動画でも紹介しているラッセル2000の動きですね中小型株が集まってますので景気動向にですね敏感に反応しやすい株価指数というところで一応こちらもですね最後に落ちしていきたいと思います ま直近のです、ね、ラッセル2 0たびたび株価反発してるんですけれども、この紫色の五人一動平均線で,です、ね、上値が抑えられているという状況です。まあ、下落トレンドが発生してから、やはりこの五人一動平均線がです、ね、かなり意識されているなといった印象ではありますし、あとは直近の安値ですね、この5月12日につけた安値、だ、まあ、大体1700ポイントあたりなんですけれども、ここでの攻防ですね、1700ポイント下回ると株価が反発。 するんですが人平均ので、やはりこちらもですね保ち合いというのを形成してますので、まあ、抜けた方向に勢いが出やすいといったところありますので、引き続きです、ね、上方向、下方向、両にらみで中長期のシナリオを織り込んでいくのは難しいとは思うんですけれども、ちょっと目先の動きというのが、非常にですね今後の相場展開において、大きな意味を持つんではないかというふうに考えることができるかと思われます。 でまあ、同様にですね、ギャンアングル、こちらもですね、まあ、ニューヨークダウン、ナスタックと同じように重ねていってみますと、まあ、ラステル2000というのが、このギャンアングルの 8×1 ラインですね、いわゆるこうギャンアングルを引いていった時の最後のラインですので、この 8×1 ラインを下抜けていってしまった場合には、要注意といった形になるかと思われます。えー、解説は以上になります。 またこんな感じでですね、来週もこの動画をお届けしていきたいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。それでは今回の動画も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。